アミラル・ムルジェスクは、ルーマニア海軍の機雷敷設艦、解剖艦。後に、ソビエト連邦海軍に接収され、ドンとして運用された。基準排水量812トン、満載排水量1068トン。全長76.9メートル、全幅9.1メートル、喫水2.5メートル。当初は、SK105 ミ、mm、リメートル療養法2問。 ラインメタル 37mm 機関砲2門、エリコン 20mm 機関砲4門、ルイス 13.2mm 機14丁、爆雷投射機2機と、機雷135個を備えた爆雷65個。乗員135人、1100馬力のクルップ製、ディーゼルエンジン2機で、速力16ノット、航続距離3400回りに達した。 1938年8月1日寄港、1939年6月14日、カロル2世により浸水した。最初の任務は1941年6月16日から19日にかけて、コンスタンツァ工房 A のため機雷不設管アウロラ、海藻機雷不設管レジェーレカロル1世と共に、コンスタンツァの北に位置するミディアミから、 南に位置するツ々らまでの海域に1000個の機雷を、敷設した。23日、ソビエト連邦による空襲により2名が負傷。翌日にも発生した空襲では2機を撃墜し、これが直接的な戦闘での初戦火となった。ソビエト連邦国会艦隊による26日のコンスタンツァ襲撃の際には、駆逐艦、マラシティ、レジーナ、マリーア、ドイツ軍、 ティルピツ沿岸砲台と共に防戦にあたり航空機2機を撃墜し、キライハラによりキ色ロフ級系巡洋艦ボロシーロフが損傷、レニングラード級駆逐艦モスクワが沈没している。あとに潜水艦4隻がこのキライハラによって沈没しているが、1943年にドイツの R ボート R-36 も沈没している。7月、 対空戦闘のために 105mm 砲の棒立てを撤去した。8月5日の空襲で3機を撃墜。総撃墜数は12機となっている。10月7日から16日にかけて、海藻機雷付設艦2隻とともに、ブルガリア、ルーマニア両海軍の護衛のもと、機雷原4箇所、部分的な機雷原1箇所を構築した。潜水艦4隻が、これらの機雷原で失われた。 1942年2月、ドナウ川川口のスリナに、キライハラを構築した。6月24日、ダチアと共に、オデッサ沖でキライを伏せつ。これにより、潜水艦2隻、鳳王、帝2隻が沈没している。1942年10月29日から30日と11月5日には、ダチアと共にズミイヌイ島を防護するため、キライハラ2つを構築した。 12月11日に潜水艦 SHCH-212 がこの嫌いにより沈没した。17日には潜水艦 M-31 が沈没しているが、1943年7月7日にマラシェスキによる撃沈とする説もある。12月1日、軽巡洋艦ボロシーロフトストロジェボイ旧駆逐艦、ソーブラジーテリヌイがズミーヌイ島を砲撃した。 ボロシーロフは触来したが、自力航行が可能であり、ポティマで交代し、修理に入った。砲撃では 180mm 砲弾46発、100mm 砲弾57発が撃ち込まれたが、被害は無線局、兵舎、東大に留まった。1943年9月15日、ドイツ海軍の護衛下で、ドイツの海藻機雷不施艦2隻と共に、 ヘルソン湾港付近に機雷を付設した。機雷付設に当たらない時期には、戦団護衛に充当された。1942年11月から1943年9月にかけて、コンスタンツァ・セバストポリンで16回の護衛任務をこなした。中でも1943年7月19日から20日の任務は、単館で行われた。1944年4月15日、 クリミア半島からの撤退戦では5度の爆撃を受け2機を撃墜したが 105mm 砲と 20mm 機関砲各1門が損傷した。1944年5月12日撤退戦においてクリミア半島を離れる最後のルーマニア艦艇となった。5月25日から26日にはスリナウきで既存の嫌い腹を強化するため、 ダチアと共に嫌いを付設したが、8月22日に、ドイツ艇 S ボート S-148 が食らいし、沈没した。5月29日、ルーマニア製勲章と、ルーマニア王冠勲章が授けられた。1944年8月23日の、ルーマニア革命後、9月8日に、ソビエト連邦に接収され、ドンとなった。1945年4月2日、 練習艦に、改装、1947年1月18日母艦となり、1947年2月9日、指揮艦となった後、1956年5月7日に、武装卸し宿泊艦、PKZ-107、さらに1958年1月4日、工作艦、PM-76 へと任務を変えて運用され、 1988年5月27日、除籍7月4日に解体のため売却された。ありがとうございます。